11月28日吉田町お日様食堂でございます。おはようございます。今日はですね、11月の28日月曜日、灰原の吉田町にありますお日様食堂というね、レストラン、ビュッフェ形式のレストランに来ております。このね、手のマークがね、にこやかな笑顔あふれるね、食堂と、7月にオープンしたばっかりのね、新しい食堂となってます。おはようございます。お日様食堂にね、今日はね、お日様食堂ね今日はね、はい、11月ね、28日、お日様食堂というところに来ておりますというね、はい、下りさっきやりましたね。そうそう、やったやりましたよね。ね、もうニコニコニッコリ先ほどですね、サウンドチェックというね、はい、リハーサルが終わりまして、はい、楽しみですね。もう中、教会みたいですね。そうです、結婚式場を、改造、リフォームしてですね、屋根が三角ですね。で、ステンドグラスとかがね、すごい綺麗ですね。すごく落ち着いて、食べれるんじゃないかとね。愛の籠の柵の中にね、こう二人の夫婦のね、夫婦みたいなのがすごいいる感じでね、すごく微笑ましい柵があったっけ。なんかこう木の柵が、ステージの前の柵が、はい、すごく微笑ましい感じでね、ね、すごく綺麗なね、感じかなということですね。もうね、間もなくオープンということでね、はい、そろそろね、はい、じゃあスタンバイをやってね、はい、じゃあ今日もね、はい、よろしくお願いします。お願いします。お盆がね、こうバーンっていう感じなんでね、この中に行くと切り株ですね。ここ重要ですから。これ重要なとこですか、これ。ね、ここですね。これあんまこういうところは映さない方がいいじゃないですか。これ2、ね、人がね、山をね、ちりつもでこう築き上げていくみたいな、ね、ちりつもね、流しました。非常ということでね、誓いの鐘がチャペルがありますね、これ、ね、そうチャペルがある。あら、ステンドグラスですね。ステンドグラスですね。ここはなんか迷路になってる、迷路になってるみたいな、ね、ということですね。お子様連れのこうね、お客様もこう子供にも楽しんでもらえるみたいな、すごいこうお客様のことをね、考えた、遊べますね、すごい幸せなね。でこっちはね、こうテラスにあるんですね。いやー、本当に結婚式場ですよね。あらあら、天使がじゃあ中へ失礼します。マリア様でございます。はい、食堂の中に入っております、ね、素晴らしい温かみがあるからね、荘厳の中にこう温かみがあるもの で今日はここのこちらのステージでやらせていただきます。学校会でね、レインズ、そうですね、上もね、ちょっとなんかこうなんかどうなのかなみたいなね、上もちょっと登れるようになってるのかな。おあそこでやる、次はそこでね、そうですね、あそこのバルコニー、渚のバルコニーでね、はい、行きますね。ステンドグレスがですね、めっちゃいい感じですね。いやそしてですね、こちらにはお料理がたくさんあるコーナーがございます。こっちもですね、光り差すステンドグレスがですね、いい感じになっておりますね。なんかこう、ね、本当にこういい感じの、まだねご飯をこう堪能していないんですけれども、とね、ご飯ももうすでに美味しい決まっている、いい匂いが漂ってますね。これすごいでしょ、ディナータイムでですね、こうあの飲み放題メニューが男性1350円、2時間。ああ、安い、まあ、割と安いんじゃないかなと。レイニーズ的にも安いと思う。レイニーズ的にも安いと思う。2時間じゃあちょっと行こうぜみたいなね、うん、1000円ちょっとみたいな、うん、割とねこの雰囲気だったらもう本当に素晴らしいです、ね、ご夫婦、ね、あ、これが
いい感じです。ございますね。あの巨木ツアーみたいなね、これ割れ目にズームインみたいな思い出します。以上、お日様食堂でした、はい。これからライブです。頑張りましょう。じゃあ、お疲れ様です。初のですね、お日様食堂ランチライブ無事に終了となりました。お昼ご飯もちょっと食べてきたんですけども、美味しかったですね。美味しかったですね。ものすごい種類いっぱいありましたね。俺的にはあの野菜カレーっていう、ね、野菜をふんだんに使った、キャベツがね、キャベツが入ってるカレーの中に。野菜カレー最高に美味しかった。野菜カレーと食べ逃したな、ちょっと食べてみたいな。いやでも野菜でも美味しかった。あのこう野菜物は何種類か、海藻サラダかな、なんかこうね、なんかいろいろバジルサラダあったんですけど、サラダが美味しいところはこうやっぱりご飯やはり美味しいと、めっちゃ美味しかったです。ただね、バイキングなのでね、やっぱ食べ過ぎ注意と、あの取り過ぎ注意ということで、ね、そうですね、今日は名言出ましたからね。食べ終わった後にこう皿がこう積まれてる前で、新さんがこう食べることは苦しいっつって食べることは苦しいみたいな。ということでですね、ここお日様食堂ですね、はい、明後日の30日の水曜日にもね、はい、またあのここでランチライブの方をやりますので、その時はですね、ちょっとペース配分に気をつけようかなと。そうですね、思ってますのでね。よし、ということで今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。明後日、また明後日に食堂ね、すごいいい感じでしたから ね、会いましょう。そう、こんな感じでね、はい、はい、じゃ あ、お疲れ様でした。レディーズでした。イエーイ。結婚したい病、マチコとこう永遠の愛をね、誓うマチコとこうなすかと。そうですね、マチコとこうなせるのか。そうそう、マチコと僕ね、こう音楽というこうね、あー、うまいこと言った。二人ね、なみたいな、そうじゃないかね。なるほどね、愛を誓ってきた。そうじゃないかね。